こんにちは、ナナです。今回も前回に引き続きレジンをですねご紹介していきたいと思います。でお客様にもちょっと作ろうと思ってまた新たにですね10個作ったんですけれども、そのうちの4つをご紹介していきたいと思います。それではまず白を中心にしたピアスからですね作っていきたいと思います。今回もこの丸のモルドを使って作っていくんですけれども、同じ真っ白を組み合わせてしまうとちょっと面白くないので、同じ白でもちょっと薄い白で濃い白というふうに白の濃さをですね変えていただいても楽しんでいただけると思いますし、今回はですね通常の白の丸のものと、あとはラメを入れたものっていうふうな感じでですねちょっと変えてみたいと思います。まずはクリアの中にですね白のインク入れていただいて、通常の白をしっかりとですね全体に行き渡るようにして硬化していきます。結構気泡が入りやすいんですけれども、大きい気泡に関してはピンセットとかでですね取っていただいて、あとは寒い時期に結構気泡って入りやすいんですけれども、そういった時にヒーターとかドライヤーとかでもいいんですけれども、で当てていただくと気泡が消えたりするので、そんな風に調整していただくといいかなと思います。で続いてですねこの白のラメ、パールみたいなものなんですけれども、これネイルに使っているものです。これを混ぜたものをですね作っていきます。ちょっと大きさを大中小というような感じで変えていきたいと思います。この今回3種類ですね白の色をラメとかでですね変えて作っていくんですけれども、3つの容器にその3つを作っていくのではなくて、最初にまず白のレジンでですね丸を作っていただいたら、その残ったものに少しクリアとラメを足してという風な感じで、余ったものに入れていく足していくというような感じでやっていくと、余分なものですね汚さずに済むので、そんな風に進めていけると思います。あと同じ色でなくてもですね同系色のものとかでもそんな風に使っていけるので、いろんなものを汚すのではなくて一つのものでこんな風に作っていただくといいかなと思います。で最後に入れていくラメですね、グリッターなんですけれども、これはあえてちょっとアンティークシルバーみたいな感じのラメですねを入れ込んでいきたいと思います。あとはマットのものとかをですね組み合わせるのも夏もちょっとひんやりしてるような感じで素敵だなと思ったんですけれども、マットのものに関してはマットコートとかジェルで使っているものをですね塗っていただいたりしていただくのもいいかなと思います。はい、こんな感じで3種類ですね丸のパーツができたので、これを組み合わせていきたいと思います。これも本当にどんな風にくっつけるかでデザインがすごく変わってくると思うんですけれども、もう本当にランダムに置いていただいてもいいですし、今、見ていただいた感じで右左ちょっとずらしていただいてもいいと思いますし、いろいろですね置き方調整していただいて固定して硬化していただくといいかなと思います。このデザインなんですが、今回は白で同系色で組み合わせたんですけれども、本当にいろいろな色をですね作っていただいて、いろんな組み合わせをしていただいても楽しんでいただけると思いますし、いろいろですね色を変えて楽しんでいただけるといいかなと思います。はい、こんな感じでですねレジンでくっつけ終わったので、ここからですねあとピアスのところをですねくっつけていきたいと思います。これもですねどこにつけるのかっていうのをこう耳に当てながら位置を確認してつけたいところにつけていただくといいと思います。私はこの2枚目の裏ですかねのところでちょうどつけるとこういい感じに耳に馴染んだので、そこにつけていきたいと思います。はい、こんな感じで完成です。白ってすごく涼しげなイメージがあるので、この夏にですねこんな白のピアスとても生えてくると思うので、ぜひ作ってみてください。続いて次もですね白を中心にしたピアスなんですけれども、今回はリングを白で作って、その中にですねパールとかをですね埋め込んでいきたいと思います。でまずこのリングをですね、これもこういったモールドがあるので、このモールドで白の枠を作っていきます。通常通りレジンと
白のインクですねを混ぜ合わせてください。これ濃さ私ちょっと透き通るような感じの薄さにしたんですけれども、濃い白でもいいと思うので、この白の加減はですね調整していただくといいかなと思います。このリングのモールドなんですけれども、このリングだけでもですね楽しんでいけますし、今回のようにですねリングを作ってその中にですねまたちょっと違うものを埋め込んだりとか飾ったりとかっていう風にも使っていけるので、いろいろな用途でですねこのリング使っていけるので、このモールドはすごくおすすめです。でこんな感じでですね形を取ったら、この真ん中のところにですねパールを入れ込んでいきますので、こういったなんか滑り止めみたいなゴムのシートがあるんですけれども、これ100均とかにも売ってるので、そういうもので代用していただければいいと思います。でそこにですねこう貼り付けるような感じで置いていただくと、こう端からですねはみ出ずにレジンをですね垂らしていけますので、そこをこのシートを使っていただいて、まずはクリアのレジンですね流し入れていただいて硬化してください。で硬化が終わったら、もう一度ですね糊代わりになるようにレジンを少し垂らしていただいて、そこにいい感じにパールを並べていくんですけれども、今回私が使っているパールのこのいろいろな種類があるんですけれども、穴開きのタイプなので、ちょっと穴を隠しながら組み合わせています。こういった時は穴開きのものと穴開きじゃないものと売っているんですけれども、穴開きじゃないものを使っていただいたりとか、あとは半球のものとかもですね使っていただいていいと思います。大きいもの小さいものをですねランダムに組み合わせていただくと素敵だと思います。こんな風に組み合わせてみました。パールを置いてですね硬化していただくとしっかりと固定されてくるので、そしたらですねもう一度レジンを少し垂らしていただいて、刷毛などでですねあんまりたっぷりこうコーティングしてしまうと、せっかくのこの球体のこう立体感がですねなくなってしまいますので、あまりたっぷりではなくてこううっすらになるような感覚でレジン垂らしていただいて、刷毛で伸ばしていただくといいかなと思います。全体的に塗って硬化してあげてください。はい、こんな感じで出来上がったので、続いてですねこの裏の部分、これせっかくクリアの感じがすごく素敵なので、裏のところがちょっとマットな感じになっていると思いますので、これをですね同じように裏にもレジンを垂らしてハケで伸ばしてクリア感を出していきます。はい、こんな感じで出来上がったので、これもですね今回私もどんな風にこうちょっとぶら下げる感じとかでも可愛いかなと思ったんですけれども、直接もう耳にペタとくっつけるタイプにしたいなと思ったので、もう裏のところにですね直接穴を開けてこんな風につけてみました。はい、こんな感じで完成です。クリア感のあるこうパールのですねピアスになってとっても素敵だと思います。これもですね色を変えて楽しんでいただけると思います。ぜひやってみてください。続いての2つのピアスはですね、これも作っていくパーツは同じなんですけれども、夏ということでクリア感を生かした柄にしていきますので、さっきのはこう白を中心にしていたんですけれども、今回もこう夏っぽくですねブルーとパープルを合わせていきたいと思います。こうブルーとパープルというだけでちょっと海のような表現にもなってくると思うんですけれども、そこにさらにですねラメホロミックスとかですねあるものでいいと思うんですけれども、そういったラメをですね組み合わせて中に混ぜ込んであげるととっても素敵な感じになってきますので、こんな風にパープルとブルーですねまず作ってあげてください。で今回もこの丸のモールドに流し込んでいきますので、全体的に一つの殻を入れるのではなくって、ちょっとこう斜め、右端から始まったら左端というような感じでこう対照的になるような感じでですね交互になるような感じですかね。でブルーとパープル入れていただいて、少しクリアのレジンを入れていただいて、あとはもう爪楊枝などでこうくるくるっとマーブルのような感じで混ぜるような感覚でですねやっていただくと、いい感じにこうブルーとパープルが混じり合ってきますので、そんな風にやっていただくといいかなと思います。あまりこうぐるぐる回しすぎてしまうと、ただ単に色が混じっただけになってしまいますので、程よい感じでこのくるくるという風にやっていただくといいかなと思います。でその型が出来上がったらですね、今回せっかくなので少しアクセントを出したいと思ったので、パールをこんな風にですね組み合わせてみました。
パールがあっても素敵ですし、なくても全然素敵な感じになってくると思うので、これはお好きな感じに入れていただくといいかなと思います。パールを乗せたら、これもですね、パールのところにレジンを少し垂らしていただいて、ハケなどでですね、こんな風に薄く伸ばしていただくと、しっかりと固定されて取れずに使うことができるので、こんな風にですね、上から仕上げてあげるといいと思います。でその時にですね、同時に全体的にレジンを塗ってあげると、さらにこのパールのところだけでなくですね、しっかりとツヤも出してくれるので、全体的に薄く塗っていただくといいかなと思います。でこれでもですね、これだけでも十分可愛いんですけれども、今回はさっきは直接耳にこうペタッとくっつけるタイプにしたので、今回はちょっとですね、下にパーツをつけてこうぶら下がるような感じにしてみたいと思います。あとは金具ですね、丸カンなどでくっつけていただいて完成になります。はい、こんな感じで完成です。はい、では最後のピアスになります。これも先ほどとですね、同じカラーを使っていこうと思うんですけれども、これ実はですね、私がオリジナルで作ったモールドなんですけれども、もともと作ってあるパーツがあるんですけれども、それを購入して、それをですね、シリコンで型を取って作ったモールドなんですけれども、その作った型をですね、使ってみたいと思います。で先ほどと同じカラー、ブルーとパープルをそのままですね、さっきちょっと多めに作ったので、それを使っていくんですけれども、もう一つですね、白も使っていきますので、同じように白とレジン、あとはこのラメをですね、ミックスしていただいて、3色用意してください。でこれをですね、ランダムにこの順番になるような感覚でこんな風に入れてください。で全体的にしっかりとですね、低くなりすぎないようにですね、最後のところまで入れ込んでいただいて、全体的にこんな風にですね、行き渡るようにしてください。で爪楊枝でまた同じようにくるくるという風に、マーブルのような感じで混ぜるような感じでくるくるっとしていただくだけで、こんな風にですね、自然な綺麗なマーブルに仕上がってきます。一つ一つこうカラーをですね、垂らして硬化して、でそこにもまた違うカラーを足してっていう風にやると、色と色の境目がくっきり出てしまいますので、もう一気にですね、3色いっぺんにこう垂らしていただいて、それをですね、筆とか爪楊枝などでと少し動かして模様をつけていただくと、自然なこう馴染み方になりますので、そんな風に色を組み合わせていただくといいかなと思います。そしてこれもですね、お好きな感じでパーツ組み合わせていただいて、今回はこんな風に仕上げてみました。そして最後に今回使った道具はこんな感じです。いかがだったでしょうか。本当に本格的にですね、こういったレジンを使って作られている方に比べると、私の作品まだまだなんですけれども、本当に趣味程度のものにはなってしまいますが、こんな風にですね、作っていくことできますので、ぜひチャレンジしてみてください。続いて我が家のちょっとした出来事です。赤ちゃんが生まれてからしばらく私があまり動けないので、旦那が役割分担を決めたんです。旦那は家事全般、そして中娘はミルクをあげる当番、そして下娘はおむつを捨てる当番。中娘は喜んでミルクをあげるんですが、やっぱり見ているこっちからするとちょっとそそかしくって心配にはなるんですが、やっぱりお姉ちゃんがしたいんですよね。そして下娘はやっぱりミルクをあげるのはまだまだ小さいので、使ったおむつをこう包んで捨てるという当番なんですけれども、その包み方も教えてあげて、上手に一人でこんな風にやってくれます。今はみんな赤ちゃんのことなら喜んでやってくれるんですが、これがいつまで続くかというところですよね。そして下娘はもう赤ちゃんが泣くたんびに、泣いてるよ泣いてるよと私たちに教えてくれるんですが、ちょっとなかなか手が離せない時に、いいのいいの、もうちょっとそのままにしといてとかっていう風に言うと、一生懸命自分でよしよしとこのバウンサーを少しこう揺らしながらお姉ちゃんをしてるんですよね。ちょっと下娘なので揺らしすぎないかがちょっと心配なんですけれども、
赤ちゃんが生まれてからまだ本当に数日なんですけれども、本当になんかぐっとお姉ちゃんになった気がします。こんな風に2人ともずっと面倒を見てくれるといいんですけどね。以上、そんなこんなの我が家のちょっとした出来事でした。今回も最後までお付き合いありがとうございました。